先日いつもの店で北斗無双売っていますと、隣のおばちゃんから、兄ちゃん何してんの、動画見てみるわ、チャンネル教えて。はい、なにわのヒムロックって言います。え、なにわのシムロックや。オッケーオッケー、どうもなにわのヒムロックです。おっす、おはようございます。さて本日もいつものお店にやってまいりまして、今日はゾロ目の日ということで、いつもよりお客さんが多い並びでしたね。ただまあ、おそらく私の予想では、まあ、いつも通りということですので、まあ、今日も今日とてディスクアップ実践というわけで、今日こそは目標2000枚を叩き出し、おそらく設定は1かあっても2だと思いますんで、まあ、勝ち逃げすると、そういう理想の展開をイメージして頑張っていきたいと思います。はい、というわけで、お酒はぬるめの缶でいい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 。おさ、はい、おはようございます。
and gentlemen。前はもう死んでいる。
お前が来よんということで、お疲れ様でした。はい、まあ今日も今日とて設定1濃厚大ということでしたけども、まあ同色ビッグの引きが、確率の分母以内にパスパス引けたっていうのが、一番の勝因ですね。あとレギュラーもね、ちょうどいいタイミングで何度か引けてるので、まあ、玉持ちに恵まれて、あまり玉を減らすことなく同色ビッグが引けて、本当にまあ理想の形。ただ今日はビタ押しが下手くそでしたね。やっぱり改めてね、あのメンタルですね。リーチ目で驚いてビッグに突入したり、おかしいな、もしかしたら設定あるんかなとかね、動揺しちゃうとね、ミスります。本当にもう神経の細い男ですね。本当にだってもっと粘ればいいし、まあ、設定位置上等で分回せば5000枚出るかもしれないのに、ほんとまあチキンな男ですよ。うわーだって今月は住宅ローンがボーナス払いで15万円ぐらい出ていくし、許してよ、やめさせてください。皆さん、怖い、お疲れ様でした。ぶりさん、まだここおんの？なあ、最近脱走せえへんけど大丈夫？まあ行ってくるわ。な。ありがとうございました。